お兄ちゃん。泣くなよ。新しい花持ってきてやったぜ。割れた花瓶もほら。ごめんねお兄ちゃん、ありがとう。早めに成仏しろよ。7時半か。だいぶ遅くなっちまったな。ただいま。遅い。いざ。今何時だと思ってんだこの不良息子。うちの夕食は毎晩7時だと決まっとろうが。てめえ、これが除霊して帰ってきた息子に対する挨拶か。いやかましい。どんな理由があろうと我が家の鉄の団欒を乱す者には血の制裁を下すのみ。それとも何か、また自分だけ幽霊に触ったり会話したりできることを暗に自慢してんのか。うるせえ、俺だって好き好んでこんな体質に生まれたんじゃねえや。もうやめなよ二人とも。お兄ちゃん早く食べないとご飯冷めちゃうよ。見える、触れる、喋れる上に超永久霊媒体質の40くん、大変だね。1、2はハイスペックで。ああもういい、俺は寝る。ああ言っちゃったよ、お父さんのせいだからね。なんでだよ。まったく、うちの連中は。そう、俺は幽霊の見える男。本当に普通の人間を見るのと同じように、物心ついた頃には当たり前のように幽霊が見えてた。だから死神なんてものの存在は考えたこともなかったんだ。はぁ、まったく。クロアゲハ、なんだてめえは、何の用だ。おい、近い。近いじゃねえボケ。お、人をビビらせた上に無視かよ。てめえは誰かって聞いてんだよ。貴様、私の姿が見えるのか。っていうか今蹴り。何わけわかんねえこと言ってやがんだ。そんなもん見えるに決まってるだろ。バカな、常人に私の姿を見ることなどできるはずが。あ、私は死神だ。そうか、つまりあんたは死神で、そのソウルソサイティとかいうところからはるばる悪霊退治にやってきたってわけかって。信じられるかボケ。ほう、ならばその身をもって知るがよい。爆動の一サイ。動けねえ。こいつは鬼道といってな、死神にしか使えぬ高尚な呪術だ。どうだ、少しは信じる気になったか。私は生者死者の別なく襲って魂を喰らうホローを消化滅却するためにここにやってきた。ん、ちょっと待て。じゃあお前がここに来たってことは、そのホローってのは今この近くにいるってことなのか。そうなるな。だがまるで何か大きな力に感覚を阻害されているようで、先ほどからそいつの気配を全く感じなくなってしまったのだ。
なんだよそれ、どういう…ユズの声だ。この声は…ホロ…なんだと。おい、おい死神、解けよこの術、早く。ホロは私が片付けてくる。貴様はここにいろ。バカ言え、襲われてんのは俺の家族だぞ。貴様が来ても何もできん。死人が一人増えるだけだ。私に任せておとなしくしていろ。くそ。えっ、ぐっ。よせ、何をしている。やめろ、それは人間の力では決して解けん。無理をすればお前の魂が。うわ、こやつ人間の分際で自力で軌道を解いただと。ユズ、カリン。待て。ユズ、カリン、大丈夫か。おい、うろたえるな小僧。貴様の家族はまだ誰一人奴に魂を食われてはおらん。ホローは霊的濃度の高い人間を求める。おそらく奴の狙いは貴様だ。ちょっと待てよ、俺を狙ってきただと。それじゃこれは俺のせいだってことか。ユズやカリンが死にそうになってんのも全部。待て、私は別にそんなつもりで。よう、お前、俺の魂が欲しいんだろう。だったら俺と差しで勝負しろ。バカ者が。悪かった。俺はただ…気にするな、と言いたいところだが、今の私では、奴とは戦えそうもない。家族を、助けたいか。あるのか、助ける方法が。教えてくれ。貴様が、死神になるのだ。何言ってんだ、そんなこと…できる。貴様がこの残白刀を胸の中心に突き立て、そこに私が死神の力の半分を注ぎ込むのだ。他に方法はない。迷ってる暇もな。行くぜ。半分のつもりが全ての力を奪い取られてしまった。こいつは本当に一体何者なのだ。We'll be right back.
次の日、死神朽木ルキアは転校生として再び俺の前に現れた。あなたが黒崎くんね、よろしく。てめえ、なんでうちのクラスに。ルキアは俺に死神の力を奪い取られたため、死神の住むソウルソサイティに戻れなくなってしまったらしい。そして俺の魂は普通の人間の魂ではなく死神の魂となってしまった。こうして俺はルキアが本来の力を取り戻すまで死神代行として死神の仕事をすることになった。今日は朽木さんと一緒じゃねえの。なんで俺に聞くんだよ。だって最近いつも一緒にいるじゃない。知らねえよ。付き合ってるだの付き合ってねえだの、変な噂立てられていい迷惑だぜ。だからできるだけ学校ではあいつに関わんねえようにしてるんだ。へえ、大変だね。なあイチゴ、朽木さんどこ行っちまったんだよ。だから俺は知らねえって。なあイチゴ、朽木さんどこ行っちまったんだよ。だから俺は知らねえって。ああ、姫ってばなんて可愛いの。いろんな意味でダメじゃいだい。え、こら千鶴、やめんか昼間から。うるさいな、タツキには関係ないでしょ。あんた性格が男っぽすぎるから興味ないのよね。私、誰も織姫の代わりに私に興味を持てなんて言っとらんわ。楽しそうだなこいつら。あんたももう少し女っぽかったら監禁してじわじわと女の喜びに目覚めさせるっていう手もあったのに。ゾワー、この変質者が成敗してくれる。あんたももう少し女っぽかった。ゾワー。やっほーい、お弁当だ。またこの子は、お昼くらいでそんなにはしゃがないの。たつきちゃん、今日のお弁当何？私は食パン一斤とあんこ。よしよし、残念ながら私は普通の弁当よ。今日も幸せそうだな井上は。こうやってね、自家製のあんパンにするんだよ。あれだけ食べてなんで太らないんだろう。こうやってね、自家製のあんパン、あれだけ食べて。よ、チャド。うん。怪我してるのか？どうしたんだ？さっきパン買いに出た時にオートバイと正面衝突した。おい、大丈夫かよ。で、バイクの人が重傷だったから病院までおぶって行ってた。相変わらずなんつう体してんだよ。ちょっとうちの用事でそこまで。おほほほほ。こいつクラスの連中の前でいつまでこのキャラで通す気だ。あ、朽木さんって可愛いよな。こないだまで井上さん井上さんって言ってなかった？可愛い子なら誰でもいいんだね。分かったよ、何も悪くないよ。あ、黒崎くん、あんたももう少し女っぽかったら。ゾワ。
あんたも、ゾワ。あ、黒崎くん。こないだまで井上さん、俺たち健全。わかったわ。黒崎くん、ちょっといいかしら。なんだ、用があるならここで言えば。なあ、大丈夫、黒崎くん。大変、保健室に行かなくっちゃ。で、なんだよ、話って。俺、なんだこりゃ。ギコンガン、肉体から魂を強制的に抜く眼薬。それを飲むと仮の魂が体に入り、本物の魂を抜くことができる。万一私が近くにいないときにホローと出会った場合、それを使って死神化しろ。ギコンガン、ねえ。とにかく飲んでみろ。一回飲めば効果はすぐわかる。うわ、本当に抜けた。驚いたか。しかも抜け殻のはずの体にはすでに仮の魂が入っていて、誰も貴様が抜けたことには気づかぬのだ。はじめまして、私の名前は黒崎いちご。好きな言葉は早寝早起きです。どうだ、すごかろう。すごかねえよ、あれのどこが俺なんだよ、おい。なんてな。やっと手に入れたぞ、動ける体を。これで俺は自由だ。おい、待てよ。なんだよ、あのダッシュ力。ギコンガンってああいうもんなのか。いや、そんなはずは。命令もなく動くわけ。まさか、やつは。いや、あの脚力といい、間違いない。やつは改造コンパクだ。改造コンパク？こんな時に指令が。ホローだ、急ぐぞイチゴ、話は後だ。おい、ちょっと待てよ。見せてやるぜ。こんな時にホローかよ。俺の体も探さなきゃいけねえってのに。
しょう、すっかり見失っちまったじゃねえか俺を。モラトリアムだな。そんな分かりづらいツッコミしてる場合か。ちゃんと俺っていうかあいつを捕まえねえと。落ち着け、私も助力してやる。先を急ぐぞイチゴ。行くぞ、イチゴ。なあルキア、お前がさっき言ってた改造コンパクって
一体何なんだ。かつてソウルソサイティで死んで魂の抜けた人間の体に戦闘に特化された魂を注入し、それをそのまま対ホロー用の先兵として使おうという計画が持ち上がったことがある。そのために作られたのが改造コンパクだ。結局その計画は廃案となり、全ての改造コンパクの破棄命令が出されていたはずなのだが。ってことは何か、あいつはお前らソウルソサイティの都合で作られて、ソウルソサイティの都合で殺されるってことか。それでお前は納得してんのかよ。納得するしないの問題ではない。改造コンパクは破棄しなければならぬ。これがソウルソサイティの掟なのだ。ソウルソサイティの掟というのは、貴様ら人間の魂を守るために定められているのだ。邪魔しやがって、てめえのせいでガキを食い損ねたじゃねえか。誰だか知らねえが、弱えくせに出しゃばってんじゃねえよ。その通り。あんた、てめえ怪我してんじゃねえか。誰の体だと思ってんだ。これ何言ってんだ。あんたがさっさと来ないから俺が戦ってたんだろ。俺がいなかったら近くにいた小学生の奴らが襲われてたんだぜ。こらてめえら、俺を無視して話を進めてんじゃねえ。てめえら二人まとめて食ってやる。うるせえ。波動の貫中さん、こう貫水くせいくせいくせオレが作られてすぐにソウルソサイティは改造コンパクの破棄命令を出したんだ。俺はあの丸薬の中で毎日怯えてたよ。運よく他の丸薬に紛れて倉庫から抜け出せた後も、いつか見つかって破棄されるんじゃないかとビクビクしてた。ビクビクしてる最中ずっと考えてた。命なんて他人が勝手に奪っていいもんじゃねえんだって。こうして生まれてきたんだよ。自由に生きて自由に死ぬ権利ぐらいあるはずじゃねえか。おやおや、やっと見つけたと思ったらボロボロじゃないっすか。あ、さーて回収完了っと。ちょっと待てよ、そいつどうする気だよ。どうって破棄するんですが。あんた一体何者だ。強欲商人だ。く、朽木さん、ダメっすよそれ取っちゃ。なんだ裏腹、貴様の店は客に売った商品を金も返さずに奪い取るのか。それに元々が霊法の外で動いている貴様らだ。知りませんよ。面倒なことになったら私らは姿くらましますからね。心配するな、最近は面倒にも慣れた。俺帰るぞ。あ、うわ。
とりあえずこいつの入る体を見つけねえとな。どこかに魂の抜けた、つまり死んだ肉体があればよいのだが。死んだ肉体かって、そんなもんそこらにあるわけねえだろ。それもそうだ。え、こいつは、おい、要するに入れ物がありゃいいんだよな。やっぱりダメか。そのようだな。痛えなボケ、引っ張ったら痛えだろ。もっと丁寧に扱いやがれ。で、あれ、俺の体がなんかプリチーニ。おいてめえ、俺の体で随分好き勝手してくれたよな。ゆっくり可愛がってやるからよ、覚悟しやがれ。おぎゃ、私は浦原儀助、浦原商店というしがない店をやってます。以後お見知りおきを。見せてやるぜ。いらっしゃい、浦原商店へようこそ。本日はどのようなご用件で。いらっしゃい。これでいいっすか。いつもごひいきに。これ押しときますね。ああ、そうそう、最近始めたばかりの新サービスなんすけどね。一定金額ごとにカードにスタンプを押させていただきます。スタンプがたまったら、何が起こるかはその時になったらのお楽しみっす。さあさあ、好きなものを選んでください。いらっしゃい。またどうぞ。ということで、俺の名前は改造コンパク改めコン、キングオブニューヨーク、略してコンだ。嘘だ、具にもつかないオレンジ頭の単純暴力三文神神高校生と、我が神である黒髪美少女元死神の二人と、バイオレンスな日々を生き抜く一匹狼だ。見た目はぬいぐるみだが心は狼だ、そういう意味だ。そして俺には一つのビッグな夢がある。それはこの世の特盛美女を集めた俺様だけのハーレムを作ること。何ブツブツと怪しい独り言をつぶやいておるのだコン。あ、姉さん、ハーレムなんて冗談すよ。俺はいつでも姉さん一筋ですぜ。フォローの反応だ。行くぞ、イチゴ。おう。姉さん、気をつけてくださいね。俺でよかったらいつでも手を貸しますぜ。おいおい、またフォローがいねえじゃねえか。一体どういうことだよこりゃ。今週に入って何回目だよ。その携帯壊れてんじゃねえのか。
おかしいな。そんなはずはないのだが。一応この辺りを見回ってみるか。結局ホローはいねえみてえだな。いい加減ほんとどうにかしろよ。私のせいだというのか。私は伝令神器に入る指令のままを貴様に伝えておるのだ。だからそいつを早く直せっての。仲間割れかい。みっともないな。こんばんは、黒崎くん、朽木さん。誰だお前。新しいホローが来たね。本当に来た。どっちだ。あっちだよ。その程度のこともわからないで、君はそれでも死神か。反応が消えた。なんなんだお前。石田瓜生、クインシー。僕は死神を憎む。なんだと。わからないかい、黒崎一護。こう言ってるんだ。君を憎む。くそ、なんなんだあいつ。なんで見ず知らずの奴に初対面であんなこと言われなきゃなんねんだよ。名前、なんつったっけな。石田、ウィリー、違うな、石田くんがどうかしたの？井上、知ってんのか、石田を。知ってるも何も、うちのクラスだもん、石田くん。え？あんた相変わらず人の顔と名前、全然覚えらんないのね。石田ウリュウくんでしょ？ほら、本当だ。うちのクラスだ。じゃんけんぽい。グロッ。私の勝ちだね。じゃあ今日の掃除当番ちんたくんね。負けてねえ。俺はまだ負けてねえぞ。3回勝負だっつってんだろうが。3回勝負って、もうジンタ君14回連続で負けてるじゃない。負けてねえっつってんだろ。つうか15回目に勝った者が真の勝者なんだよ。何をしておいでかな、ジンタ殿。ふっ、なんでもねえ、ないですってさい。さんのけたわけども。おや、何かご用ですかな、朽木殿。裏腹はいるか。おや、朽木さんじゃないっすか。何か用っすか。少し聞きたいことがある。クインシーについてだ。クインシー、久しぶりに聞いたっすね。クインシーとは、かつては世界中に散在していた対ホロー戦に特化した大麻の眷属。そして200年以上前に滅んだ一族です。死神と彼らには決定的な違いがあって、そしてそれは古くから両者の間に深い溝となって横たわってたんす。ホローを殺すか殺さないか、ホローを残白刀で浄化し、ソウルソサイティへ送ろうとする死神に対し、彼らクインシーは徹底的にホローを殺すことにこだわった。しかし、そのこだわり、信念ゆえに彼らは滅ぶことになったんす。ホローを完全に消滅させてしまう彼らのやり方は、ソウルソサイティと現世の魂魄のバランスを崩し、やがて
世界の崩壊を招く。それを防ぐために死神たちがクインシーを滅ぼしたんすよ。なんだと。家までついてくる機会、黒崎一号。つ、バレてたのか。君の霊力はバカみたいに垂れ流しだからね。さ、なんだと。前から僕は気づいていたよ。この学校に入学した時から君の霊力の異常な高さに、その君が5月の半ばに死神の力を身につけたことにも、そして朽木ルキアの正体も。勝負しないか、黒崎一護。君と僕とどちらが優れているか分からせてあげるよ。死神なんてこの世に必要ないってことをさ。いいぜ。さあ、とっとと説明しろよ、その勝負ってやつのルールを。これで勝負しよう。対ホロー用の蒔絵だよ。これを砕いて蒔けばホローがこの町に集まってくる。なんだと。集まってきたホローをより多く倒した方の勝ちってのは。ふざけんな、町中の人間を危険にさらす気か。元に戻せ、ホローを追い返すんだよ。無茶を言うな、君は。サイは投げられたというやつさ。じきに蒔絵に釣られたホローでこの町は埋め尽くされる。僕に掴みかかるより先に走った方がいいと思うよ。君が少しでも多くの人をホローから守りたいと願うならね。くそ。集まったホローは一匹残らず僕が殺す。そして君は僕に敗れ、自分の能力の低さを思い知るんだ。このルビコンの対岸で。見せてやるぜ。こっちでホローの気配が。見てろよ、石田、この状況を収拾させて絶対にてめえを泣かせてやる。ホローだ、イチゴ。行くぜ、ルキア。いってらっしゃい。もらった。
上の三重さん、総貫通もらった。波動の三重さん、総貫通もらった。もらった。波動の三重さん、総貫通波動の三重さん、総貫通もらった。
33、超貫通くらえ、もらった波動の33、超貫通せい、もらった波動の33、超貫通波動の33、超貫通せい、くらえ、せい、じもらった、じゃ、せい、おら、くらえ、じゃ、くらえ。もらった。ふっせい、じゃ、ふっせい、せい、行くぜ。くそ、殺しても殺しても。数が減らない。おかしい。いくらなんでもフォローの数が多すぎる。イッサー！聞いたぜ！てめえの戦う理由を！昔話だよ。200年前のクインシーの滅亡なんて興味ないよ。その話にしたって死神側の方が正しいと感じてたくらいさ。僕の目の前で先生が死ぬまでは僕の先生は僕の目の前でホローに殺されたんだ。先生は死神たちに対してクインシーの必要性を訴え続けた。もし死神たちが先生の考えを認めていたなら、もっと早くに、先生は、死神たちに見殺しにされたんだ。だから、僕は死神の目の前で、絶対にクインシーの力を証明しなければならないんだ。バカ野郎。要するに、おめえの先生の一番の望みってな。死神にクインシーの力を認めさせることじゃなくて、死神と力を合わせて戦うことだったんじゃねえのかよ。だったら今それやんねえでいつやるんだよ。黒崎、俺はてめえを許さねえ。だけど今はてめえと手を組む。てめえ殴んなその後だ。よくわかったよ。お互いここで生き残らなけりゃ殴る相手がいなくなるってことがね。ちょっと、てめえは絶対に後で泣かすからな。どうぞ、君が生き残れたならね。行くぞ。
眠れろ。波動が33、もう完成。ふっ、私は新世紀のカリスマ霊媒師ドン・カンオンジ。この町にはとんでもねえ霊の匂いがビンビンしやがる。こいつはまさしくスメルス・ライク・バッド・スピリッツだが、安心したまえ。この私に任せておけばノープロブレムだ。ブワー。倒しても倒してもキリがねえな。なんだ。こんにちは。ジンタホームラン。黒崎さん、助けに来てあげましたよ。下駄帽子、どうしてここに。周りのフォローは私らが引き受けますよ。黒崎さん、あなたがあいつとの戦いに専念できるようにね。ほーら、無駄口を聞いてる暇なんてない。なんてやつだ、あんな化け物を。
メノスが現れ、それを撃退した。この情報はおそらく次期ソウルソサイティへと伝わる。イチゴ、エースだ！行くぞ、黒崎！